ブリュッヘル勲章及びブリュッヘルメダルとは、ドイツ民主共和国で制定されていた、軍事勲章である。名称は、ゲプハルト・レベレヒト・ホン・ブリュッヘル元帥にちなむ。ブリュッヘル元帥は諸国民解放戦争で、プロイセン軍総司令官として、ナポレオン・ボナパルトを破った軍人であり、東ドイツでも英雄とみなされていた。1965年10月13日。 国家評議会議長バルター・ウルブリヒトが国家人民軍将兵向けの戦時戦考勲章として制定した。これに先立つ1965年5月5日のスピーチでウルブリヒトはドイツ統一は社会主義国家としての統一以外にないものと確信すると宣言したという。プレベマ人民公社によって格闘級とも秘密理かつ大量に製造され、 国防省にて授与に備え保管されていた。また1980年代には二度目の生産が行われている。この時期には東ドイツに敵金属不足が起こっていたため素材が改められた。また同じ理由から以前生産されたものはすべて溶かされたとも言われている。結局東ドイツは崩壊に至るまで戦争に参加しなかったため受賞者は出ていない。 統一後に改修されたブリュッフヘル勲章はドイツ連邦軍軍自主博物館などで展示されている。メダル賞金賞ブリュッフヘル勲章は下級のブリュッフヘルメダルとともに金銀銅の3等級ずつ合計6等級が存在した。十字章のデザインは白い十字の中心にブリュッフヘル元帥の肖像を配し、等級に応じて金銀銅それぞれの白用で囲っている。 また背面にはドイツ民主共和国の国章と、フュアタプハーキットの言葉が刻印されていた。樹はいずれも赤字で両端に黄線が入ったもので、銀章の場合は中央に銀線が、金アキラの場合は中央に金線が加えられている。メダル章は、金銀銅それぞれで成形された円形で、表面に十字章と同様のデザインが浮き彫りに、されている。樹は記事で、 投球に応じて1から3本の青線が入る。ブリュッヘル勲章ブリュッヘルメダル。ありがとうございます。